Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Hi guys, it's Elina. 皆さんこんにちは、エリナです。今日はですね、この間スーパーに行って発見したものがあるんですけれども、やっぱり私ドイツ関連 YouTuber として食べることも大好きだし、ジャガイモ、カツオフェルも大好きだし、なんか私にぴったりなラーメンがあったので、今日はちょっとそれをこの動画で一緒に食べたいと思います。で、今日食べるものはですね、じゃじゃん。じゃじゃーん。はい。ジャーマン、ドイツジャーマンポテト風ラーメンです。三洋食品から出ているものですね。で、カップラーメンだと思います。はい。でですね、まあ、正直、ジャーマンポテト風ラーメン嘘かよって思って、多分動画じゃなかったら買わないレベルで、なので結構味に対する期待値はかなり低いです。正直いや、ブガーツカトフェ、ジャーマンポテトも大好きだし、ラーメンも大好きだし、好きなものが集まってるラーメンじゃラーメンなんですけど、正直ジャーマンポテトとラーメンって合わなくないですか？いや、どうなんだろう。もう食べたことある人いたらちょっとごめんなさいですけど、正直期待値はかなり低いです。もし三洋食品さんが見ていたら申し訳ないんですけど、はい、かなり低めです。なので今日はちょっとこれをこの動画で一緒に食べたいと思います。ではちょっとお湯を用意してきます。ロスケッツ。はい、というわけでちょっとティファールでお湯を沸かしてきたので、今早速このラーメンにお湯を注ぎたいと思います。はい、ちなみに中は今こんな感じです。結構スパイシーな匂いがするけど、じゃがいも、唐辛子、あとちっちゃいお肉と麺ですねが入っております。ではお湯を注いで、何分待つんだこれ。3分待ちたいと思います。はい、お湯を入れましたので、はい。皆さんお湯を待つときはどういう風にして待ちますでしょうか。私はね、だいたいお箸で蓋してるんですけど、大きいやつとかだとちょっとお箸で蓋できなかったりするので、あ、そうだ、危ない、3分忘れてた。でははい、3分いきたいと思います。はい、皆さんカップラーメン、この蓋どうやって押さえてますかね。私はだいたいいつもお箸で押さえちゃうんですけど、なんかこういう箸置きとか載せたりすることもあります。で、ちょっとこの待ってる3分の間に、私じゃがいも大好きなんですよ。で、ポメスとか、ブガートカツオフェとか、カツオフェクヌーゼとか、なんかドイツ行ってからじゃがいもがめちゃめちゃ好きになったんですけど、カツオフェチップスとかもうね、じゃがいもを使った料理が好きなので、もうドイツでバンバン在っていう感じなんですけど、じゃがいも料理美味しい。あ、めっちゃスパイシーな匂いしてきた。そうなんですけど、日本に帰ってきてやっぱマックのポテトとかも美味しいけど、もうね、一番恋しいのはドゥーナーってケバブがあるじゃないですか、ドイツに。で、そのドゥーナーボックスっていうのがあって、普通のドゥーナーだとケバブパンに挟まってるケバブだと思うんですけど、ドゥーナーボックスだと下が選べるんですね。で、それにポメス、
入れてドゥーナの、あのお肉を乗せてもらうのがすごく好きで、もうそれがねめっちゃ恋しいです。うん。ドイツ行ったらそれめっちゃ食べたいし、なんなら大学院行ってる時とかめっちゃ大学院の目の前にそのお店があったのでめっちゃよく行ってました。うん、恋しい。そういうわけでね、ドイツ行きたいですね。本当に美味しいものを食べたい。あとブラッドカトフェのゲブーツ、あのスパイス買いたいですね。うん、まあそんなこんなね、日本でもねドイツ料理結構あのお店屋さんいっぱいあるので、いろいろ回ってみたいなって思いつつ、このコロナ なので、なかなか行けずですけど、いろいろ試してみたいなと思います。はい。でそうこうするうちにあと30秒です。私はちょっとアルデンテ気味、固めの麺は好きなのでちょっと早めに切り上げることも多いです。あとちなみに私の、動画ってたまにドイツ人の方とか外国人の方も見てくださってるんですけど、どう思います？ドイツジャーマンポテトラーメン。ドイツ人としては結構キモいですよね。何なんだろう、日本の感覚で言ったら何なんだろう、寿司パスタみたいな。いや違うか。いやでもなんかそんな感じで結構気持ち悪いんじゃないかなって思います。ドイツ人の方、もし日本にお住まいの方いらっしゃったらちょっと一回食べてみてください。はい、では3分経ちましたのでオープンしたいと思います。じゃじゃじゃーん。はい、こんな感じです。じゃーん。はい、では今日もラーメンをいただきたいと思います。じゃじゃん。はい、できました。ではいただきます。はい、結構汁はあっさりめというか、なんかもうちょっとクリーミーなのかなって思ったけど、スープはもうすごいあっさりめ。何かな、こんな感じです。私の期待値的に星5つあるとしたら多分2つぐらいなんじゃないかなって思ってるんですけど、まあ早速食べてみたいと思います。ではいただきます。正直ですね、もうここは正直に感想を話しますね。2回目はないかなっていう感じです。味がね結構薄い。でもなんか言いたいことは分かります。ニンニクの味してちょっとそうスパイスっぽい味もするし、多分このジャーマンポテトに使うようなそのスパイスが中に入ってる感じです。あ、ちなみにですね、猫舌の人にいいことを教えますね。この蓋をですねこういう感じで四つ折りにして、よいしょ、一つをこういう感じにするんですよ。でこの麺を、まああんまりいっぱいは入んないんですけど、よいしょ、こういう感じで麺を入れて食べると猫舌の人でも食べやすくお皿ができるのでおすすめです。これは韓国の人がやってたのを見て、あ、これ頭いいなと思ってやってみたらすごいやりやすかったのでやってみました。うん、美味しい。うん、意外と美味しいかもしれない。
まあ、普通のカップラーメンって感じ。うんうん、じゃがいもがちょっといまいちでした。うん、うん、まあでも結構だしは美味しいかな。熱っ。鼻水が出てきちゃう。なんか結構もっぱん見るの好きで見るんですけど、皆さん吸引力半端ないですよね。私結構あんまり吸引すると喉に打ってきちゃうので、2021年はもうちょっと綺麗にラーメンを食べれるようになりたいな。どうでもいいけど。うん、こんな感じです。今じゃあお肉食べてみます。こういうの、うん、お肉おいしい、お肉おいしいですよ。結構味結構濃い。うん、これはですね、でもなんだろう、あの日本人の人の思ってる想像するジャーマンポテトって、ここにも書いてある通りこんな感じだと思うんですよ。こういう感じなんですけど、私ドイツに行ってこういうジャーマンポテトって食べたことなくて、ブガーツカトフェルなんかはたまにそのベーコンとか一緒に入ってたりとかしたんですけど、ソーセージが一緒に入ってるのはあんま見たことなくて、なのでもしドイツに住まれてる方とかドイツ人の方がいたら、こういう感じのジャーマンポテトって本当にドイツにあるのかちょっと教えてください。で、あ、これって、うん、カロリーが 263g キログラ、カロリーが263カロリーなので結構少なめですよね。でもこの量だとちょっとおやつぐらいにしかなんないかもしれないけど、まあ正直2じゃなかった、星2ではなかった、3ぐらい。でもその味付けは結構美味しいし、なんか一回食べてみるのもいいかなっていう感じがします。うん、普通に麺とかお肉とかじゃがいもはちょっといまいちだけど、だしとかは普通に美味しいです。うわ。でした。芋、うん、芋芋いち、実はですね、私ブガートカトフェ大好きで結構ドイツいる時作ったりしてたんですけど、本場の作り方を勉強してそういうのを動画にも撮ってみたいなって思います。やっぱ日本とジャガイモの種類がちょっと違うので、ドイツみたいにこう型崩れせず美味しくできるかは分かんないんですけど、そうブガートカトフェ恋しいのでそろそろ作ってみようかなと思います。うん、はい。
もうスープ以外完食しました。じゃーん、量少なくて今12時ぐらいに食べてるので、まあちょっとこれじゃ量足りないので、なんか他にもこの後食べたいなって思うんですけど、あ、今発見、ここにですね、じゃーん、ボガーツカトフェンって書いてあったとするとですね、やっぱり私の知ってるボガーツカトフェンはこのジャーマンポテトではないですね。なんか場所によって違うのかな。私ミュンヘンとライプツィヒで、彼氏がハンブルク出身なので、場所によって違うかもしれないんですけど、こういう感じのブガーツカトフェはちょっと見たことないなって思うので、もし知ってる方いたらぜひご連絡ください。コメント欄によろしくお願いします。はい、でまあ味なんですけど、感想としては最初ジャガイモあんま美味しくないなって思ったんですけど、だんだん柔らかくなってきて、 中に長く入れてると柔らかくなってきて、だんだんこう最初ポソってしたんですけど、だんだんそれがなくなったので、まあ普通にじゃがいもも途中からは普通に食べれたかなっていう感じがします。で味はいわゆる日本で売られているジャーマンポテトの味が再現されていて、上にお肉がちょっと乗っていたりとか、なんかソースもちょっとなんだろうな、これバジルかな、なんかバジルとかあと胡椒とかが効いてる感じで、まあ普通に美味しかったです。そうやっぱりラーメンって、まあ、ラーメンなので、なんかそれこそ豚骨とか塩とか味噌とか、まあ私結構豚骨ラーメン好きなんですけど、そういうのに比べちゃうとやっぱりうんちょっとうんって感じなんですけど、でもこのなんだろうチンラーメン種類っていうか、この珍しいラーメン種類の中では意外と美味しく食べれたし、なんか期待値かなり低かったんですけど、てかまあなんならまずいんじゃないのぐらいに思って買ってみたんですけど、そんなことはなく普通にまあ楽しんで食べれるぐらいでした。なのでまあ普通のラーメンとか豚骨ラーメンとかと比べると星5つ中3つぐらいなんですけど、この珍しい種類のラーメンとしてはまあ 3.5 とか4ぐらいいったんじゃないかなと思います。はい、というわけで今日はですね、まあ私ドイツ関連の YouTuber として、なんかこれは私が動画で食べなくてはいけないという謎の使命感に駆られ買ってみて食べてみたんですけど、このドイツジャーマンポテト風ラーメンというものを、まあ、食べてみました。まあ、皆さんねこれ見て、あなんかちょっと面白そう、食べてみたいなって思ったりする方はぜひ買ってみてください。意外とね味はやっぱ期待値低めでいくとそれなりに美味しいので、まあ私はこれ買って食べてよかったなと思います。あとやっぱりブガーツカトーフェンがどうしても食べたいので作り方を学びたいと思います。はい、というわけで今日は、皆さんと一緒にこのジャーマンポテト風、ドイツジャーマンポテト風ラーメンを一緒に食べてみました。もしこの動画が面白かったなと思ったらぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。あとはいつも通りインスタグラムとツイッターのフォローもよろしくお願いします。もしこういう動画も見てみたい、こういうものも食べてみてほしいとか、なんかいろんな動画のリクエスト等ございましたらぜひコメント欄によろしくお願いします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。 Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.